にちは、西村美雪と申します。毎日はお料理してないのでないです。失敗できないようなお料理でしたらすき焼きとか唐揚げとかできます。松下でお料理できるのはこの機会しかないかなと思って応募しました。お料理は習ったことがないので、何でも教えていただければプラスになると期待しています。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。小野と申します。西村と申します。はい、よろしくお願いします。今日はですね、コイカの、キヌアのリゾットを作りたいと思います。はい。簡単ですので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、はい、キヌアを、キヌアって何ですか？キヌアっていうのはですね、こういう南米で採れる穀物なんですけれども、非常にですね栄養価が高くてですね、鉄分とかあとミネラルも豊富なので今すごく注目されている食材の一つですね。初めてです。はい、でこれをですね、キヌア1に対してお水が2で、これを入れていただいて、で、お水をじゃあ2杯。はい、これ1カップは、そうですね、1カップですね。全く目が見えないです。ここはい、もう1杯ですね。はい、入りました。はい、これで炊けます。強火なんですね。中火ですね。中火ですか。はい、まあ立つまでちょっと強火でいいですね。はい、かき回すんですか。いや、そのままです。はい、でこのまま煮立ったらちょっと中火にします。はい、大体15分くらいですね。はい、で炊けますので、はい、その間に野菜を切りましょう。ほっといていいんですね。はい。はい、では今日の材料ですね。はい。それではまず、椎茸からいきましょうか。はい、半分に切っていただいて、はい、はい、したら、こういう感じで、はい、はい、こういう感じですね。厚さは、厚さはまあなるべく、あ、こんなになっちゃいましたなるべくこれ先から入れた方がいいんですかね。こう包丁滑らせれば、あ、はい、はいはいはい、ちょっと熱いですか。ちょっと熱いですね。ちょっと熱いですか。でも切っちゃいました。切っちゃいましたね。はい、もうちょっと切っておきましょう。はい、はい、それでですね、次がしめじですね。これは石突きを取っていただいて、はい、あとはもう手でバラバラっとしてください。このくらいですか。そうですね。はい、で、で、ここにバラバラ、そこにバラバラっと、はい、次にえのきですね。はい、これもここを落としてもらって、はい、3等分ぐらいですかね。3等分、はい、これも、ここは根元のところはちょっとほぐしていただいて、はい、もっと切った方がいいですか。大丈夫ですよ。いいですか。はい、で次にですね、これイカですね。はい、イカはもう、適当にこれぐらいですね。これは小イカでさっと茹でてあります。はい、これぐらい大きさですかね。はい、どっちから切ってもいいんですね。いや、どっちからでもいいですよ。はい、切りやすい方から、
れちゃうんですけど、イカが。ちょっとね、もっとね、はい、根元で持った方がいいですよ。これぐらい。あ、はい、こういうふうに持つとぐらぐらいしちゃう、はい。もうちょっとこっちで。あ、はい、そうですね。でかなりまた熱くなっちゃったんですけど。あ、大丈夫ですよ。もう茹でてありますから、ね。はい。すぐ火が通る。あと一つ。これも三等分ぐらいに切ってもらって、はい、まあ半分でもいいですかね。大きかったら3つぐらいで。チャイブは小口に切りたいんですけれども、はい、大丈夫でしょうか。頑張ります。なるべく、はい、どのくらいですか。ミリとかで、まあ、なるべく細かく切っていただければ。そんな感じで大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。いや、最後にパラパラっとかけるんで、はい、はい、大丈夫ですか。まあもうちょっと細い方がいいですよね。これは生で食べるんですか。そうですね、これは最後に飾りで、はい、不器用ですね私。いや大丈夫ですよ。自分も器用な方ではないので。あ、その辺は大丈夫でしょう。そうですか、できたら細かくね。はい、じゃあここに入れれます、はい、一応もう、ね、材料を切るのはもうこれだけなんです、はい、であとはもう、炒めて盛り付けるだけなんです、はい、じゃあリゾットはご飯の代わりに、これがご飯の代わりになるんですね。そうです。このキノアっていうこれの穀物もリゾットになるんですけど、はい、あと10分ぐらいで炊けると思うんですけども、これはもうかき混ぜないで、そのまま。そうですね、このままで、まあ、水気がなくなるまで、かき混ぜなくなりますよね。そうですね、はい、まあ、かき混ぜてもいいんですけど、まあ、別にそういう必要もないですし、ご飯と炊くのも一緒なんで、ご飯炊く時もかき混ぜないですよね。そうですね、焦げつかないんですね、そうです。だから焦げつく前に、火を止めて、はい、水気がなくなるのもう少しですね、はい、はい。このね、キノアは非常に鉄分とかも多いんでね、食物繊維も多いので、女性の方にもすごくいいと思いますね。これは柔らかくなるんですか、ご飯みたいに。まあ、多少、はい、そうですね。ただ、まあ、もちろんこういう、穀物なので歯ごたえは多少ありますけど。これどこで買えますか。これはまあ別に普通のスーパー行っていただければ。あ、そうですね、今結構売ってますね。じゃあご飯を売ってるような場所に行けば使いますか。そうですね、はい、ただこれは洗ってあるのを使ったので、うん、ものによっては洗ってないものがあるんで、一回ちょっとお水で洗ってから、使った方がいい。炊飯器では炊けないんですか。炊飯器では炊けるかな。ちょっとやったことないんで分かんないですけども。ちょっと取りましょうか。アクなんですね。そうですね、ちょっとアクを取りましょう。でこれは炊き上がったら、はい、冷まして、冷蔵庫で入れておけば結構日持ちしますので。そうなんですね。で冷めてラップして冷凍庫入れてもご飯と一緒ですから。あ、はい、また使えますから。はい、はい、じゃあご飯みたいな後のお料理にも使うんですか。そうですね、まあ、またご飯と同じような使いで大丈夫だと思います。これ南米。そうです、南米のね、ペルーとかで高原で取れるんですよね、まあ、あっちの方ではすごい昔から食べられてた食べ物みたいなんですけどね。向こうではどうやって食べるんですか。やっぱり一緒ですね。このあとリゾットみたいなとか、あとスープとか、はい、あとサラダ。これも炊き上がったのを冷まして、トマトとかいろんな野菜と混ぜて、サラダとしても食べられますね。これは便利ですね。そうですね、はい、これは、ね、非常に面白い食材ですね。そうですね、はい、子供たちも食べられますかね。食べれると思いますよ。そうですね、そんなにね、
外とあのアワとかヒエみたいに癖がないので比較的、ああいう穀物類にしてはあの食べやすい方だと、はい、楽しみです、はい、もう一息です、はい、もうちょっとね、もう少し水気がなくなったら、はい、今回はシーフードですけど、そうなんですね、これはね、別に何でもいいです。そうですか、はい、うちの店ではね、はい、あの最後、まあ、盛り付けると分かるんですけど最後に、神戸ビーフを乗せたりとかね、して出したり。これは松久のメニューですか？そうですね、あのお任せのコース料理とかに、はい、出したりしてますね。これに例えばエビでもいいし魚、白身の魚を、はい、なんですか、焼いてそのまま乗せてもいいし、するとちょっと混ぜてね作っちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃう。見た目もね、良くないんで。でも色合いがいいですね、これ。そうですね、はい、グリーンとか、ね、美味しそうですよね、サラダにしても。そうです、サラダにしても綺麗ですね、あの食感が面白いから、いいですよ、はい、楽しみです。はい、ほとんど汁気が、うん、これ十分になるとやっぱり硬くなっちゃうんですか、ご飯みたいに。そうですね、やっぱある程度水気がないとついついこう試したくなっちゃいますね。いや試してください、途中でもし不安でしたら水の量さえ間違いなく大丈夫、間違いなくしっかりかけるんですね。完全に汁気がなくなりましたね。はい、そうですね。そしたらもう火を止めます、はい、はい、これでもう、はい、出来上がりです。で、これは冷やすんですか？もう、このままリゾットなんで温かいうちに今回は、はい、ただこれを冷ましてサラダに使ったりとか、はい、そういうことは全然できますので、はい、はい、はい、あ、でもちょっと、味見してみましょうか。はい、はい、調味料は何も入れてないですね。ちょっと、はい、何も入れてないです。熱いですから気をつけてください。はい、うん、美味しいです。美味しい、何にも味がついてないですけど美味しいです。あの癖がそんなにないので、ね、食べやすいです、うん、プリプリして、そうですね、美味しいです。それでは、いきますね、はい、行きましょうか、はい、それでは次にですね、はい、もうこれ炒めてもうすぐできちゃいますからね、はい、はい、まずはリゾットを作ります、はい、最初にバターですね、はい、これは油、バターです、溶かしバターですね、はい、はい、入れてください、はい、たら、食べがフライパン温まったらですね、はい、これを炒めていただきます。きのこですね、はい、はい、じゃあ全部入れちゃってください、はい、油をまぶせばいいですか？そうですね、全体にバターが回ったらですね、はい、でお酒ですね、はい、いい匂いがしてきました、しました、はい、じゃあお酒です、はい、それでアルコール分が飛んだらですね、はい、どういうかな、そしたら100、だいたい火が通りました、はい、しんなりしてきました、しんなりしてました、そしたら出汁ですね、はい、100cc ですね、入れてください。これは何のお出汁でもいいですか？あ、普通の、ね、はい、出汁ですね、カツオの出汁で、そしたらですね、先ほどの機能ですね、はい、これを入れていきます、はい、混ぜますか？はい、混ぜてください、はい、はい、ちょっと
はい、これこの強火のままでいいですか？いや、ちょっと火を止めてください。そしたら塩コショウですね。はい、塩コショウ、コショウ、醤油、醤油です。はい、これで一回ちょっと味見てください。はい、で塩が足りないようでしたら塩コショウもちょっとしましょう。よく混ぜて、はい、いい感じですか。はい、はい、そしたらですね、ここで片栗粉でね、はい、ちょっととろみをつけますので、はい、はい、混ぜていってください。はい、これはどのくらいの量を入れるんですか？片栗粉ですか？はい、これだとね 20cc ぐらいですかね。 20cc、 はい、はい、あの水溶き片栗粉ですね。しても全かなり柔らかな味なんですね。あまりこう、そうですね、はい、あのこれ自体にはね、そんなに味を強くつけないですね。こっちに味をつけて、はい、一緒に食べるんで、今度もう水気がなくなってきました、ね。はい、そうですね、はい、そしたらですね、最後にちょっとね、香り付けでね、はい、これはもう松井さんですね、トリュフオイル、はい、贅沢ですね。これが入るとね、ちょっとやっぱり値段が、はい、トリュフオイルを入れてください。はい、そしたらもう、はい、出来上がりですね。盛り付けて、はい、ですね。好きな量、はい、あ、そんなもんですかね。食べられます、はい、はい、オリーブオイル、これオリーブオイルです、はい、入れていいですか？入れてください、はい、もうイカを炒めます。はい、ニンニクですね。ニンニクで、ニンニク、はい、はい、少々ですね、はい、ニンニク少々ですね、食べますね。食べますね。はい、香りがついたら、これおろしニンニクなんで、もうすぐ入れちゃってください。は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 い、でこれ茹でてあるんで、もうさっと本当に、はい、炒めるだけですね。これお酒です。お酒、はい、で、醤油です。はい、で、絡まったらもうこの辺で火止めちゃいますね。はい、で最後にこれ柚子の汁ですね。それをちょっと、はい、はい、ですよ。これでも完成です。はい、いい匂いがしますね、水の、はい、でこれにですね、はい、まあ2等分して盛っていただいて、はい、まあ、ちょっと今日はね、はい、イカを多めにしました、はい、豪華に、はい、で最後にチャイブですね、はい、上から、はい、上からかけてパラパラっと、はい、大丈夫ですか？もっともっともっとかけてください。ちょっとね、はい、かけたのは色合いいいですね。色合いがいいですね。とても綺麗ですね、はい、はい、はい、これで出来上がりです。ありがとうございました。はい。
今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ早速召し上がってください。はい、はい、いただきます。いただきます。はい、食べないな。どうですか。あのトリュフがいいですね。いいです、はい、ちょっとね味が締まるっていうか、はい、まあこれイカなんで、まあ、イカはあんまり炒めすぎないようにとかですね、硬くなっちゃうんで、このキノアっていうのはいろいろあの料理ができますので、じゃ他にエビとか。そうですね、あのイカじゃなくても全然構わないし、白身の魚だったりとか、エビとかホタテとか、あるいはあのお肉でも全然構わない、チキンを焼いて乗せてそのまま一緒に食べれるとか、あと先ほどサラダでもいい。そうですね、あのリゾットじゃなくてサラダでも、いろんな野菜と混ぜてドレッシングかけても、この独特の食感があるのですごく面白いと思います、はい、今までに食べたことない。ちょっとねこういう感じだと、日本で雑穀だとちょっと癖があって食べにくいっていうのがあるんですけども、これはあまり、そうですね、非常にあの癖がないので食べやすいんで、いろいろな料理に試せると思います。そうですね、はい、嬉しいです、はい、いろいろ試してみてください。ありがとうございます。はい、やってみます。お疲れ様でした。今日はあのキヌアという新しい食材を使ってあのリゾットを教えていただきました。とても簡単で、でもとても上品なお料理で、私でもできるようになると思います。とても嬉しかったです。特にキヌアはお鍋で見たんですけど、どうしてもこうかき混ぜたくなっちゃうんですけど、それはしなくてもいいっていうようなこととか、ついこう自分で考えてやってしまうようなこともあのやらなくていいんだっていうようなことも並んで嬉しかったです。